MHK ニュースです。解説者を交えてお伝えいたします。元首相のハトポッポが韓国で宇宙人ぶりを発揮しました。この人の発言を聞くと、おかんがするのは私だけでしょうか。思考が人間離れしていて理解ができない斜め上の発言で、特定の人しか相手にされない稀に見る元首相。そんなハトポッポが29日にソウルで開かれた討論会で、またもや意味不明な発言の数々。もう一人、討論会に出席したのは、半島大好きな和田春樹東京大名誉教授です。この二大巨頭が参加した討論会の発言を、中央日報、3月30日付の社説を、一部引用してお伝えいたします。以下、引用です。鳩山由紀夫元首相が、5月に即位する新天皇が、韓国国民の歓迎の中で、訪韓する機会が生じることを強く望むと述べた。鳩山氏は、昨日、ソウルで開かれた討論会、韓日関係、新たな100年を模索するに出席し、天皇が、韓国の国民に接するとき、日韓関係は、大きな進展を遂げることになると確信するとし、このように明らかにした。鳩山氏は、欧州石炭鉄鋼共同体 ECSC を経て、今日の欧州連合 EU が形成された事例に言及し、ASEAN 東南アジア諸国連合プラス、韓日中が参加する東アジア府選共同体の創設も提案した。和田春樹東京大名誉教授も、教授で、日韓関係を改善して正常に維持、発展させることが今ほど必要な時はないと強調した。2015年にソデムン刑務所を訪問し、ひざまずいて、謝罪の意を表した鳩山氏と和田教授は代表的な痴漢派だ。史上最悪の韓日関係の突破口をどうにかして見出すべきという切迫感から出てきた日本の知識人の苦言に、韓日政府は耳を傾けなければいけない。現実的な困難があるだろうが、天皇の訪韓と東アジア府選共同体の創設について真摯に議論してみるのが良い。代表的な痴漢派か新漢派か知れませんが、この二人は日本で相手にされていないことで有名人ですね。ハトポッポは2013年に小野寺五典元防衛相から久しぶりに頭の中に国賊という言葉がよぎったと言われてますからね。韓国では日本を貶める人のことを痴漢派と呼びますから。和田教授は1965年昭和40年の日韓請求権経済協力協定なんかお構いなしに、旧朝鮮半島出身の労働者団体と一緒になって金よこせコールをしている人物です。それに元慰安婦団体とも強いつながりがありますからね。痴漢派と呼ばれている方々は国賊という言葉がお似合いかもしれませんね。それからこの討論会の核心は、5月に即位される新天皇陛下に無礼な発言をしていることですね。なぜ陛下が訪韓しないといけないのか意味不明です。韓国大統領が来日すれば甘んじて受け入れるかもしれませんが、現状を考えると来日してほしくないですね。まずは韓国が態度を改めるのが先決です。日韓関係修復が必要かを考える時期に来ているかもしれませんね。 MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。高評価やコメント、チャンネル登録をお願いいたします。